なドロンと。オッケー、皆さんこんにちは。私たち群馬県から笑顔を発信、赤木団です。よろしくお願いします。新曲リリースイベントインチキ花グラス始まりました。イエーイ。はい、皆さん今日お集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。暑いですけど。暑いですか。これは、ね、あのそこの男性の方がね、うん、あの あなたです。入ってきた時にもう裸なのかと思っちゃって。Tシャツの色がね、そういう色、そうだから、そのぐらいね、あの暑い、ね、暑いのかなと思ってしまったんですけど、うん、それぐらい暑い。暑いですよね。この状況は嘘か本当か。加藤さん、どっちなんだい。どうなっている。この状況は嘘か本当か。みんなで PA さんを応援しましょう。今一生懸命やってます。頑張れ。大丈夫です。皆さんの応援のおかげです。ありがとうございます。それではもう一度皆さん立っていただいて格好つけましょう。最初からやり直して、最初から気合い直して時を戻そう。 OK。 それでは聞いてください。あー空はどこまでも続くというけれど、それは嘘か本当か。I'm not afraid to die.
無事に披露できました。よかったです。よかったです、よかったです。さあ、それでは早速どんどん次の曲に行きたいと思います。次の曲は群馬県の温泉の曲をやりますので、はい、皆さん一緒に手を回したり踊ったり楽しんでください。はい、OK、 それでは行きましょう。温泉大国群馬県、みんなクラッパーでだ、せーの、はいはいはい、後ろの皆さんもお願いします。はいはいはい、温泉が続きます。せーの、バン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 、確かにすごい暑いね。なんかこう、ね、
ください。あのね、もうあの無理しないようにあのね、倒れないように見てください、ただ梅雨明けが今年は平年よりもまだじゃない、そう、長いみたいで、あ、そっか、いつもだったら21日頃、そうだよね、そう、海の日は晴れじゃないですか。そうなのよ、でも今年は7月末までですって。皆さん、あ、そうなんだ、まだ続くんだ、だから今日奇跡ですね。確かに今日は、ね、雨降ってましたけど、ねえ、よかった、あ、じゃあ来たということで、じゃあ、はい、しますよ。はい、わかりました。じゃあ今日は、春菜グラス地球屋に来たということで、うん、皆さんようこそー、ようこそー。ここは、ホームページとか見ると一番最初に、うん、あるものが、あ、最初見えますね。ホームページ、うん、私の目にホームページでもやっぱり、あの地球屋といえばみたいなところ、そう、はい、そうだよね、そうそう、地球屋といえばこれしかない、急にごめんなさい、これしかないってこれしかない、なんでこれしかないって言うのよ。いやでも、あ、違う違う、これがマジで見どころ、実際見たことあるんだけど、つるし飾り、あ、世界一だもんね。へえ、これメルちゃんカップ覚えてきましたので、はい、カップどうぞ。初めてあの来た時に本当に驚いたんですけれども、皆さんいくつだと思いますか。もうすごい頑張ってくれていくつだと思います。100ぐらい多いく見えるよね。なんだって、20歳、ちょっと年数かな、正解そういうのはすいません、乗ってきてすいませんね、ちょっと違うアイドルだと思います。のパンはですね、マーガリンとショートニングを使わずに、フレッシュバターとオリーブオイルで作っているそうなんですよ。すごい、なので、とても健康的、健康にもいいし、めっちゃいいですね。バターとか使ってるから風味もいいし、オリーブを使ってるので、だから美味しいんだっていうことに私気づきまして、拍手、はい、あ、すごい、そうなんですよ、すごくない。いや、もうほんと焼きたてでしかもご用意してくれたんだよね。そう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 、ビーフシチューのセットを頼んだんですよ。めっちゃ美味しそう、美味しいんだって。ほんとこれが食べたいよ、ね、ね、さあというわけで、またのほんと地球屋もね、春菜グラスも一部と二部の間に楽しめるもの盛りだくさんで、そうだね、うん、はい、行ったり来たりしていただいてね、楽しんでいただきたいなと思います。お願いします。じゃあせっかく今パンの話してもらったから、赤木団にもパンの曲があるの知ってますか。ね、パンの曲あるの知ってますか。皆さん、いい流れだね、いい流れ。誰が作ったんでしょう。誰が作ったんだろう。赤木ブレッドみたいな曲ですか。赤木ブレッド、それ赤木ブレッド、赤木ブレッド、違います。はい、赤木団の中には、パンとティラミス男のロマンという曲がありまして、それパンが入ってるので次の曲はその曲をやりたいと思います。ぜひ皆さん振り付け一緒に真似してもらいたいので、ゆなちゃんお願いします。はい、じゃあ皆さん手
下下ちょんちょん回してわっしょい。はい、いい感じですよ皆さん。はい、何回も出てくるのでぜひ皆さん真似してくださいね。お願いします。お願いします。それでは聞いてください。パンとティラミス男のローマ。頑張ります。よろしくお願いします。はい、いろいろね。
パフォーマンスだったり歌詞だったりでいろんな魅力が詰まってますのでね、さらに新体制ということで、皆さんも見どころたくさんだと思うのでぜひね、はい、たくさん見て応援してくださったら嬉しいです。お願いします。じゃあ早速最後にもう一回皆さん新曲やってもいいですか？ありがとう。それでは皆さん暑い中本当にありがとうございました。最後の曲も力いっぱい歌って踊らせていただきます。聴いてください。ああ空はどこまでも続くというけれど、それは嘘か本当か。お願いします。そして今日も初めて見た方を気になったりした方はぜひ
ひ予約の方1枚でもお願いいたします。さらに、グッズ販売も行いますので、サイン会に参加したい方は赤木団のグッズを購入していただくとサイン券をお配りしてますので、好きなメンバーに並んでください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、それではこの後2部は2時からです。それまで春菜クラス、地球やいっぱい遊んで食べて楽しいひとときを過ごしてください。それでは最後一緒に赤木山を作ってください。